校舎神奈川県立横浜応用高等学校は、神奈川県横浜市と近く、組沢町に所在する公立の高等学校。日本で初のフレキシブルスクールとして開校された。現在は年次進行型た二み普通科高校である。県立高校改革推進計画に基づき2003年、横浜中部地区の県立豊田高校と県立、組沢高等学校が統合してできた。 フレキシブルスクールである。校舎は、グミ高校校舎を引き継ぎ使用している。校名は、桜が学校にたくさん咲いているところから付けられた。また、北海道の北海道をたる応用高等学校と区別するため、校名に横浜の文字を冠した。グミ高校建設時に、多くの石器、土器が見つかり、細大石と名付けられている。 平成29年度現在平成29年度入学生より年次進行型全日制単位制普通科の高校で55分授業である。自分で好きな授業を選択し単位を取得する。クラス単位では動かず授業も学年の枠を超えて受ける。そのため1年、2年とは呼ばず入学からの年数で1期生、2期生などと呼ぶ。特色ある授業が多く、 専門的な授業も受けられる。また、大学、専修学校等の授業も受けることができ、単位にもなる。現在は、制服が導入されている。一足制。以前の研修旅行は、一般的な名称、卒業旅行となり、令和元年現在、3泊4日の北陸方面への修学旅行が実施されている。年次進行になったが、自由な校風柄。 芸能活動をしながら在籍する生徒も多い。また、土曜日の PTA 活動や学校行事が非常に多いのも特徴である。平成29年度、入学生以前フレキシブルスクール生1次元90分、授業。1日最大8時間の幅広い授業時間帯、100を超える多彩な科目、大学や専門学校等と連携した講座など、柔軟な学びの仕組みを活用し、 入学する前に全員が個別履修指導を受け、指導担当の教員と面談しながら、生徒一人一人の学びの進化、学力の伸長を図っていた。制服や指定服は定められていなかった。一足制。特色のある選択科目は、グローバル化、情報化の進展など社会環境の急速に変化する時代に柔軟に対応できるよう。 これからの時代に求められる内容を学ぶ系の科目として設定し、情報ネットワーク系、環境サイエンス系、福祉サポート系、健康フィットネス系、国際コミュニケーション系、芸術アーツ系の6つに分類し展開していた。授業以外に学校外で取り組む様々な学びも積極的に導入していた。具体的には大学や専門学校で授業を受ける、 郊外講座、福祉施設や地域などで取り組むボランティア活動、漢字検定や実用英語検定などの資格を取得する技能審査などで一定の基準に達していれば卒業単位として認定していた。2年次、研修旅行を実施し、おのおのが、薬島、四国、北海道、沖縄、上海の中から1箇所を選ぶことができた。 前期後期それぞれ1回ずつ、年の2回卒業式が行われていた。自由な工夫柄と柔軟なシステムを利用し、芸能活動をしながら在籍する生徒が多かった。また、土曜日の PTA 活動や学校行事が非常に多いのも特徴であった。横浜応用高校では外部講師による進路行事を年数回行っている。ありがとうございます。